はい。では、定、え、刻、ー、になりましたので、第2回目の計算科学ドクロン P を始めていきたいと思います。本日も Japan Medical Device の南さんに講義をしていただきます。第2回目は、アプリケーションの性能最適化位置、公平性、公平性、公平率性平率性,、えー、平率性,性能最適化に対して講義をしていただきます。では、南さん、よろしくお願いします。はい。<laughs> えっとそれではあの前回に続きまして第2回目ということで、ちょっと,えっと講義を始めたいと思います。えっと、講義の概要はまああのこの5回になってるんですが、前回、スーパーコンピューターとアプリケーションの性能ということで、スーパーコンピューターの歴史からちょっとお話をさせていただいて、アプリケーションの性能っていうのは何ですかっていうことをお話して、その中で、 うん、大きくう高並列っていうのをうまく使うっていうことですね、それが、うん、現代のスパコンの使うあの肝になってくるっていうこと、もう一つは、まあ、高並列だけではなくて、うん、各 CPU の中が結構複雑な、えっと、形になってますので、その,辺のうんの CPU を使いこなして、CPU 単体性能を出すと。 公平列と単体性能を出すという、その2つが重要であるということをお話しいたしました。で今日はですね、第2回目として、アプリケーションの性能最適化1ということで、その2つのうちの、うん、最初に言った方の公平列ですね、その公平性能の最適化について、メインにお話をいたします。はい。それで、まあ、あの、 特にちょっとスーパーコンピュータを、まあえー、ーを使うためにということで、ちょっと一枚出してあるんですが、スーパーコンを使うためには、まず最初にまあアプリケーションをこう作るわけですけど、その時には、その物理とか数学の世界で、定式化っていうのをやってあげると。で、これはの物理とか数学の、まあ、微分方程式で書いたり、そういう世界になるんですが、で、その定式化をしたものを、まあ、コンピューターに載せるためには、 えっと、その微分式コンピューターは理解できないので、離散化ということで、これで指則演算の世界に直してやると。もうこれもあの,、まあ四季の世界を書いていくわけですけど、そういう離散化された指則演算の世界に焼き直してやるということが必要になってきます。で、そこまでできたら、今度それをどう解くかっていうような形で。 あのアルゴリズムの世界になってわけです。これはまたやっぱり数学の世界であると。で、それをプログラミングして、並列化して、CPU 探偵性のチューニングをして、まあ、これで初めて、えっ、ー、と、K とかですね、富岳とか、まあ、こういうスパコンを使うことができるということになるわけですが、今日はその並列化の話をまあメインにするんですが、 ちょっとその前にですね。あの反復法ということで、これあの離散化した後にどう解くかっていう。まあ、これはあの数学の世界ですが、よく使われる手法があってまあ、そ,それとですね。性能っていうのがまああの結構関係してきますので、まあ、今日はちょっと最初にその反復法っていうところを少し、えー、ご説明いたします。で、その後にそのアプリケーションの性能最適化について。 この並列化についてですね。特に高並列化についてのお話をしたいと思います。で、その後、えっとその二番目に話したその高並列化についてですね。それのまあじ簡単な実例ということで、まあナスパラレルベンチマークの中にあのえっとちょっとそういう題材がありますので、その辺の題材をちょっと使って簡単な実例をちょっとご説明いたします。 でえっと、ああすみません、これ逆、逆だな、こうあ逆ですね、すみませんよ、一番最後に書いてある並列性能の,その高並列についてお話しした後に、並列性能のボトルネックについてちょっと話をして、その後に、まあ、まとめとしてさ、さっき言いましたようなあの、ナスパラレルベンチマークの中の例を使って、あの実例をちょっとお見せするというような、まあ、こういうふうな4つの、 話話題でちょっとと今日はお話をさせていいいたただきたいと思いますでまず、最初に、うん、と反復法の話ですね。で、その前に、まあ、いろいろちょっと前提の話をいたします。まず、その、離散化っていうことをちょっとご説明するんですが、これがあの例えば、2次元の変微分方程式をこう離散化したら、えー、どうなるかということなんですが、まあ、 も、えっともとの定式化はかこの連続な座標でこうなされるわけですが、えっと、コンピューターを、うん、使うためにはそれは連続な式のままでは使えないのでまず必ずこうやって離散化という形にします、まあ、離散化っていうのは、まあ、ここで言うとこの全体の,この計算する空間をですねこういうふうに、えー、才の目に切ってそのおのの点の上に 才能、えっと、の目に切ったその点の上で、えっと、変数を定義したりこうしていくわけですね。まあ、こういうのを、うん、理算化というわけですがこの左側のこの図のようなですね中で2次元の領域で、まあ、微分方程式をまあ解くものとします。えその時にですね、えっとうん、どういうあのこの点の間の関係がどうなるかというと まあよく知られるこの2次元で5点差分っていう,う差分のやり方でやったとします。そうすると、まあ、それどうなるかというと、例えばこの16っていう点に注目すると、自分自身と周りの4つの点、これの関係式がその変,あの変微分方程式を離散化すると書けるようなことになります。 まあ、要するにこの一番下の16、この式なんですけど、この U っていうのが、その理算点で定義されている、まあ、変数名だとすると、この U の10番目と, U 番目と, U 番目と、U の16番目と、U の15番目と、U の16番目と、U の17番目と、U の22番目、この5つの点の、えっと、式になるわけですね。そそれにそれぞれにぞ あのこれは10 16行目の1番目の、えっと、係数なので、この C の16の1という係数がかかって、えー、2という係数がかかって、3という係数がかかって、4、5という係数。で、まあ、イコール、えっと、右側は何,何かの,その定数というような形になるわけですね。で、この変微分法でするとこういう係数になります。それで、これをじゃあ一番左側の1の点に。 するるとととどうなるかっいうなかい1はそのこの、えー、と上,上側と左隣の点がこれ乗数になっていますので乗数の中に入っちゃっていますので変数はありません。まあ、そういう意味で1と2と7のこの3つの U1、U2、U7 という点の式になります。で、この2のところは1と2と3と8ということなので1、2、3、8の えー、変数の関係式になるとまあそんなふうな式になるわけですそうするとこれ、えっと、横が6点縦が7点6742点ありますので42個の変数の、えっと、式になって、えっと、42二元のですね連立一次方程式になりますこれがまあ、まあ、よく、まあ、典型的なその変微分方程式を理算化した場合の えっと、ということになりますでこれをですね、行列にするとですね、えっと、こう42元ですので42、42×42 の行列になるわけですが、えっと、この係数行列っていうのは、えっと、これ1番と4番と、うんえっとまあ、一番ここですね、えっと、ここだと、うんえっとまあ、5, 5点あるんだけど、この、 1>, えっと、1、2、3、3つの,、えっと3つのえっと、変数が、係数が格納されてて、そこの位置っていうのは、1番目と2番目と7番目の、えっと、変数にえかかる係数ですので、1番目と2番目と3、4、5、6、7番目のところにの係数が出てくると。で、ここには掛け算するあの変数が。 えっと42個ずらっとこの並んでるわけですね、まあ、こんなふうな係数が出てくるということになります。で、これ見ると、この最大係数が5つ出るので、最大よ横には5つ、係数が並んでて、こんなふうに規則的に並んだような係数行列になるということになります。これが2次元変微分方程式を離散化したときの係数行列になります。 それで実際の、えっ、ー、と、先ほどの C っていう、あの、IJ は、まあ42、42×42 で、あの、<laughs> ありますが、あの、えっ、ー、と、0も含めてそ、それだけ持ってるケースになるんですが、まあ、実際はですね、こんなふうな、えっ、ー、と、ちょっとこれ、まあ、例ですけど、まあ、教科書から引っ張ってきた例ですけど、こんなふうな、あ、ケースになって、えっ、ー、と、 離散化されているので、これ、四則演算ですね、これ、係数かける変数、あとそれの間はマイナスがあったり、プラスがあったりというで、あと割り算があったりとかですね、こういうふうな実際の C という係数はこんなふうな形で書かれるような、そういう係数に係数行列になるということです。それで、まあ、先ほど言ったように、まあ、こんなふうな係数行列になるんですけど、 これはあの42点の、うん、差分点が存在する42点の連立調定式ですが、まあ、一般的に、えー、これ、まあ、42だけじゃなくて、まあ、100でも1000でも1万でも1億でもいいわけですけど、えっとまあ、こんまとめると連立調定式ですので、A が係数行列、X が、うんあのえっと、変数のベクトル、イコール右辺に常、えっと、数のベクトル,イコール、まあ、こんな形で AX イコール B という。 まあこんなふうなですね、式でえ書くことができます。で、これであのどまあ連立方程式がになるんだなっていうのがご理解いただけたと思いますが、これをじゃあ次に解くようなことを考えなきゃいけないんですが、連立方程式を解くのに、いろいろ聞かれてると思います,と思いますが、我々の あの子供の頃はあの高校だったかな高校かなんかであの吐き出し法とかですねえガウスの消去法とかいう言葉でまあやったと思うんですがそういうので連日方定式を解くことが多いんですがそういうのはあの直接法というものに属するものでまあちょ直接解くわけですね。でここではよく使われるそのスパコの世界でよく使われる解き方としてもう一つあの 直接法じゃなくて反復法というやり方がありますので、それを少しあのご紹介いたします。えっと、まずこれはの反復法の一般的なあ話を書いてあります。で、えっと、この1番のように ax イコール b というこういう連立方程式を解くことを考えるわけですが、a をこの2番の式のように i を単位行列として 単位行列引く B という、まあ、こんな形に書き換えてやるということです。そうすると、これ AA の中に入れてやると I、i b かける x イコール b という式になるわけですが、これをあの x をこうかけてやると、x=bx+,b イコール b x プラスス,スモール、b、という、この○三の式のようになります。それで、この○三を満たすようなこう、 あのえ,えっとベクトル X ですね、変数ベクトル X の列を考えてみます。この X がゼロから X1、X2、X3 とどん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 こうえあの変わっていくと、あの変化していくというふうに考えると、そこでその BX の M にた、たに XM に B をかけて、えっとスモール B を足して、 次の xm プラス1っていうのは、まああの計算するというような、こんなふうなやり方を考えたとすると、これのこう極限を取っていくと、m が無限大の極限を取っていくと、えっと、こういうふうに、えっと、5のようにかけて、これがちゃんと極限があると、えっと、いうふうにえ仮定すると、えっと、この5は、 x の m プラス1と x の m は一致してくるので、まあ、極限では一致してくるので x イコール bx プラス small b とこの6のように、えー、なります。でこれはもともと考えていたこの3と、まあ、同じ式なわけですね。ということで結局連立調方程式っていうのは、まあ、直接そこで解くこともできるんだけどこういうふうなこう ずっと無限に続くようなこの x っていうベクトルの列を考えると、この丸五のようなこういう計算でこう計算できると、まあ、これがですね、まあ、反復の一般的なア,アイデアということになります。まあ、結局、この ax=b というのはこういうふうなあの反復の計算で計算するという、まあ、そういう問題にこう帰着することができると。 ということですすみません、またなんか、あっ、っちゃってね。ごめんなさいね。はい。というふうな形に、こう、帰着することができるということで、で、じゃあ、実際にですね、計算って、あのどうやるんだっていうことなんですけど、 えっと、こういう、まあ、いくつかあのは反復法っていうのはやり方があります。それで、えっと、えその時に、えっと、この A、まあ、ちょっとここは、あの K にしてるんですけど、えっと、ここに K っていう、あの AX イコール B じゃなくて、AXK にして、7式のように書いてありますが、まあ、ちょっとここに書いてあるような、まあ、A は正則で、えっと、 A の対角要素は全て0でない複数であると仮定するというようなことを書いてありますが、それで AX イコール K というのをくとし,します。で、その時に A をですね、あのー、対角の行列、D というのは A の,あの対角成分、それと、えっと、E は A の、あのー、上三角行列の部分、だから対角の部分と上三角の行,行列の部分と、 下三角 F っていうのがえっ、ー、とあごめんなさい逆ですね E が下三角で F が上三角行列とこんなふうに、えー、分けてありますで E と F はもともとの A の成分にマイナスをつけてこんな形にしてありますでこういうふうに、えー、と分解してやるということですでこれをあの A をこの7のところに入れてやるとまあ dx 引く ex-fx ということになってそれをちょっと整理してやるとえっと e と f を右辺に持ってきてやると,、えっとこういうふうになるわけですね。dx イコール e プラス f かっこ x 足すの k というふうにこういうふうになります。で、これをえっと えっと、この,えその先ほどやったようにあの左辺の X に M プラス1世代にして右辺をあの,の X を M 世代にしてやりますそうするとえこんな式になるんですけどこの時に D はあの対角成分なので、えっと、簡単にこれ逆行列が計算できます、まあまあ、要するに各々の要素を、えっと、ひっくり返したあの分の1にひっくり返したものを、まあ そういう行列になるわけですけど、えっとこういう形に、えー、そうするとこの x の m プラス1は d のマイナス1、それに e プラス f かける x の m プラス d のマイナス1の k と、まあ、こんなふうな式が書けるわけです。で、これでえっと計算するのがですね、あの先ほどはちょっとこの前のページは、あの まあこういう形で、まああのあのあの、一般的な理論をしたんですが、実際にこういう形であの係数行列を決めて、この反復で計算していくという、こういうやり方が、ヤコビ法とということになりますで実際にこれ、中に係数を入れて計算すると、まあ、ちょっとこん,こんなふな、11のような、えー、と式になります。 それでここでちょっと,あのえっと気をつけて注目していただきたいのは、左側のこの M プラス1世代の X ですね、これを計算するのに、右側の X の M 世代の値しか使わないということですね、X の M 世代の値に行列をかけて X へ、X、M プラス1世代のものを求めるというのが、これがの点訳語法ということになります。 それで、今度あの、先ほどと全く同じなんですが、えっと、D マイナス、えっと、この E を先ほど右辺に持ってきたんですが、これは D と同じ左辺の方に持ってきます、たとします。D マイナス E、えっと、X の M プラス1世代イ、イコール F の、あの、X の M 世代、プラス K と、こういう、えー、あの式になります。 で、えー、っと、これを、ちょっと待って、さっきのやつは、あの、点ヤコビ法っていうことだったな、ごめんなさい。それで、これを、えー、っと、式にしてやると、えー、っと、A のお対角成分かける X の M プラス1世代の愛。で、えー、っと、この右辺のところにですね、この M プラス1世代が出てくるんですね。それと、あの、えー、っと、 こちらの FF の、えっと、M 世代のものを使うということになります。で、これ、こういうやり方で反復をこうけ計算していくっていうのが、あのこれが、あの、点ガウス・ザイデル法というやり方になります。で、ここで、えっと、ま、さっきの話で、えっと、ちょっと注目してほしいのが、この M プラス1世代目の i っていうのを計算するのに、M 世代までの えっと、この、えっと、上三角行列の、えっと、係数に M 世代のやつをかけたのとここ,ここに出てくるのが下三角行列の1からあの J が、えっと、I 世代のやつを計算するのに1から I マイナス1までのものですねそれの M プラス1世代のものを使うということになるわけです。 これだからなどうなるかというと、これが i が例えば5番目だとすると、M プラス1世代までの1、2、3、4番目の,あごめんなさいのやつははを使うということになるんですねで、えーと。先ほどの M 世代のものを使うよりも、こちらのゅあが反復という意味でその <laughs> 収束がこう早かったりするわけですけど。 ただ、こういうやり方をすると、ですね n プラス1世代のものを使うと、リカレンスという関係になります。<laughs> これはどういうものかというと,、えっと、x の i を計算するのに、ここで書いてあるような、その1つ前の i マイナス1を使うというような、こういうふうな参照関係になるわけですね。で、これが、えっと、1を使って2を計算する、2を使って3を計算する、3を使って4を計算すると。と、まあ、こんななふうな 関係になるわけけですけどこれ,だこれだと、えっと、5, だ5を計算するときには1から4までを使うということになるわけですね。で、これをリカレンス、回帰参照ということあの怪奇参照といいます。で、これがですね、非常にその性能を、今からちょっとじあのスパコンの,あの単体性能の話になるんですけど、その性能を出すという意味で、まあ、その並列化という意味で、 非常にあの重要な、あのー、キーワードになってきます。これがリカレンス回帰,回帰参照といいます。それはえっと、何かというと、ですね、えっと、こういう話なんですね、リカレンスがあると、の大昔の計算機っていうのは、これ、1回目でちょっと話しましたけど、演算機に演算を逐次こうやって入力していって計算していくという方法になってたわけです。 それで、えっと、これをあの昔の計算機はこれでよかったんですが、今は計算をするのにですね、こんな方法をとっています。例えば演算1というのと演算2というのを、これを3つのこうステージにこう分割します。これはあの矢印1本が1ステージですが、それで、えっと、演算1と2を順次、えー、先ほど言ったように、逐次計算すると6。 これがあの1ステージ1クロック、計算に時間かかるとすると6クロックかかるわけですね。で、これを演算をこの3つのステージに分けて、こういうふうにですね、えっと、重なって2つの演算機を使って演算1と演算2をこう重ねてですね、計算するっていうようなことをやるわけです。で、こういうことをすることによって、要するにその CPU の中でも、 演算を、えっと、ステージに分けて並列にこうやって計算してやることによってあのスピードを上げるっていうようなことをこうやってます。で、えっと、こうするとですね、えっと、順次計算するときには1をやった後に2を計算するっていうふうに順次計算するから全然問題なかったんですが、これ演算 i をやった後にですね、 演算 i プラス1をやらないで同時にこういうところは重なってやるわけですね。そうすると、i が終わらないと i プラス1ができないっていう、そういうふうなさっき言ったリカレンスの関係があるとですね、こういうことができなくなってしまうわけです。で、そういう意味で、リカレンスっていうのは非常にその、並列に計算するっていうところを阻害してしまうということですね。そ、えっと、そういうい意味でその これを、そのリカレンスっていうのをなんとかして工夫してなくすっていうチューニングが、これがあの現代のコンピューターを使う上で、非常にもう必須な事項になっているということです。で、具体的には、何やるかっていうと、ですねこれあの、へあの並列化に関係するわけですが、えっと、さっき言ったヤコビ法とか、えっと、ガウス・ザイデル法っていうのはですね、 あのー、計算順序その、さっき言ったメッシュのこんな風うに1、2、3、4、5、6、7、8、90ってやってたのを、計算順序を変えても収束するということが、まあ、数学的にちゃんと証明されてますでその、さっき言った、そのままだとガウス・ザイデル法とか、えー、とヤコビ法っていうのがリカレンスがあるから、並、ま、列、あ、ができないわけですね。そこでいいろろ工夫された アルゴリズムがあってそれがここに B で書いてある、うん、ハイパープレーン法で C で書いてあるレッドブラック法というような方法がありますこれで、えっと、具体的に言うと例えば、えっと、このハイパープレーン法だとこのこういうふうに11 12 13 14というのはこれはリカレンスがないわけですねでこの次のプレーンに行くとこの12 13と 計算した後じゃないと18が計算できないっていうそういう、えっと、縛りがあってそこにはリカレンスがあるんですけどこの一、えっと、つの,、まあ、あの線、まあ、こう3次元でやるとプレーンになるんですけどこのプレーンを計算するときにはリカレンスがないということで、えっと、あのリカレンスをなくすというような方法が取られます。であと レッドブラックとか、まああのー、そういう呼び方するんですけど、このまず最初、黄色を計算するわけですよね。黄色、1、2、3、4、5、6で計算してやると、えっと、この5、6、7、8、9、ここはしかないわけですね。でただ、黄色と、えっと、ぐあの青、この5、8、9を計算した後に29を計算するので、あのこの 黄色と青はリカレンスがあるんですけど、この黄色同士の中、青の中はリカレンスがなくなるということになります。まあ、こういうことをやってです、ね、でそのリカレンスをなくすということをやらないと、そのリカレンスのために並列に計算ができないということになります。これがあの非常に重要な話になります。 で、ででこの辺の辺すね、あそれで、まあ、もう1回あの強調しておきますと、これは数学的にあの計算順序を変更しても収束するということがちゃんと証明されているので、こういうことができるということになるわけですね。で、この,辺のですね、あのちょっと反復法の話をちょっと詳しくお知りになりたい方は、あのこれは結構、まあ、だいぶ昔の本ですけどあの、バーガーって人が書かれた計算機による大型行列の反復って非常にこれ、あの、 ちゃんと証明とかも書いてあって、さっきの数学的な、うんあのー、裏付けとかも書いてある、まあ、いい本ですので、まあ、興味があれば読んでいただければいいんじゃないかと思います。それで次にもう一つ <laughs>、えっと、今、あのー、まあ、割とあの、えっと、や点訳表とか点がをつざいてる方っていうのは、割と、まあ ちょっと昔から有名な反復法だったんですが、えっと、次にあの、教疫工場表というのが、まあ、これもまあ昔で昔なんですけど、うん、さっきのガウス・ザイデルとかヤコブ表よりも、ちょっと後に、まあちょっとにはやってきたというような、うん、反復法があります。ちょっと、ま、なかなか時間もないので、<laughs> 少し早めにやりますが、えっと、まずですね、こういう1のようなこの2次関数を考えます。 それで、これの最小値問題を解くと、これが微分したところが最小値になりますというような、そういうことがこう言えるわけですけど、これと同じようなことをですね、多次元のこのベクトルでちょっと考えてあげます。それは Fx っていうのをこういう Ax に、A、x をの内積取って、 BX を引くというのは、まあ、こんなふうなのを考えると、これを FX、ちょっとこれ成分で書き出してやると、えっとこんなふうに書けるわけですけど、これをちょっと X の K っていうので、の K 番目の値で微分してやると、えっと最初のこの i, に I の中にも K が含まれるんで、えっと、それの係数は1 2分の 1AIK、まあこんなふうに書きます。で次の J の中にも、あの K, K 番目のやつがあの含まれますので、それを係数書いてやるとこうなると。で、まあ、K 番目の係の数を出すと B の K になるというので、これをちょっと整理してやると、これはあの先ほど、もともと A っていうのは対象行列だっていうことがあのあの前提になってますので、これ同じものですので、足してやるとこう,こう書けると。でこれを、えー あの行列で書いてあると、まあ、まさに AX イコール B になるわけですね、まあ。先ほどのこの簡単な例と同じように、まあ、そういう意味でこ AX イコール B を解くっていうのがこの最小値問題を、えー、と解いてやるというのと同じ答えになるとあの同じことになると帰着するということになるわけです。で今度、えー、とこれがですね、えー、とだからその えっと、この最小値問題を解くっていうのが、これがその CG 法なんですが、ちょっとそこをですねやると、ちょっとめちゃ時間かかっちゃいますので、もうそれはやりませんので、例えばこんなふうなあの本がありますので、ちょっとこういうのをちょっと読んでいただけると、その辺んがまあ詳しく書いてありますので、読んでいただけるといいかなと思います。でそこで今度、その最小値問題を解くアルゴリズムなんですが。 えっと、それが、えっと、ちょっと、理論のところは先ほどの本を読んでもらうとして、こういうアルゴリズムになります。これ見ると、まあ、ちょっと分かるように、えっと、行列の内積、行列とベクトルの積、でそのできたあ行列ベクトル積にと内積、で、えっと、値を、まあ、割り算で計算する。で、行列、あベクトルに対するせあのあの実数倍。 を計算するとか、あの行列ベクトル積に乗数をかけて計算するとかですね。まあ、割とこんなふうな、そういうふうな行列ベクトルと内積とか、えー、とそんなので、答えが求まるような、そういうアルゴリズムになってます。それで、えー、とこれもちょっと先ほどの本にちゃんと書いてありますが、この残差ベクトルっていうのがですね、この R っていうのが残差ベクトルっていうんですが、えー、とこれもその残差ベクトルが、 えっと、この CG 表では、えっと、直行するという、そ,ういうそれがあの証明されています。ということは、N 弦の、えっと、連日方程式を解くと、この、えっと、残差ベクトルで N 個おできるわけですけど、直行するその独立なあのベクトルというのは、えっと あの n 件の連続あの問題では高高かか n 個しかないので必ずこれこの cg 法っていうのは高高かか n 回の反復 n n 件のレンジ想定しか n 件あの n 回反復すれば必ずうーん収束するというそういう証明がありますまあそれでえっと非常に有効だというまあそういう反復法になってますでさらにですねちょっと今から証明しますがある操作を施してやるとその 収束の数を非常に減らすことができるという、あのそういうふうなあのや証明がありまして、でそれで非常にこの指示法というのがあの使われるようになりました。で、その辺をちょっと説明いたしますが、ちょっとすいません、なんか式が続いちゃってるんで、あの眠くなっている方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと大事なところなので説明いたします。 でそ、そこ、その今ですね。その収束を早めるやり方っていうのが。えっと、えっと、もともとですね。もともとの連立方程式の行列は。あの、係数行列は A. なんですけど、まあ A. に近い、あの。正値対称行列 M. っていうのを考えたとします。で、これを、あの。えっと、下三角と、あの、上三角の行列で。 かけ算で表せるような、まあ、これコレスキー分解をするということなんですけどコレスキー分解ができたとしますそれで、えっと、その u を使って x っていうのを x に u をかけてその x あのバーっていうのを作ってありますでこれをもともとの ax イコール b っていうのにあの入れて、ええ えっとやります。そうするとあのー、こ,うこういうふうになります。でこれにえっ、ー、とさあの両辺に u マイナス t っていうのをかけてやるとまあこんなふうになります。でこの b 番になるとそれでえー、っとこの u マイナス ta u マイナス h っていうのをこれをまあ a のバーとえー、っと考えてやるとえー、っとこれは <coughs> M っていうのはもともと A に近い行列であるというので、うんのえっと、U のコレスキー分解した Utu っていうのも A にもともと近いでしょうということが言えます。で、ここに、えっと、その近いということで、これちょっと変形してやると、Utu-1 というのは、こういう変形すると、あ、ごめんなさい。 してやると、i ですね、単位行列に近くなるわけですね。ということは、この先ほどのこの、えっと、丸四の式のこの a, a バーっていうのは、これは、えっとえっと、単位行列に近いので、この,この行列、あの行列あの連立方程式を解いてやれば、この a っていうの、a バーっていうのは、 非常に、えっと、単位行列に近いので、えっと、<laughs> んなんか出てきた単位行列に近いのであの、収束が非常に速くなると、そういうふうなことがあの言えます。で、これで、この性質でですね、この CG 表というのは、まあ、 さっき、n n の連日予定式、例えば1万件だと、たかだか1万回、えっと、反復させれば解けるっていうのがこう言えたんですが、やっぱりそれでも全然あの実用にはなかなかあの遠くて、この性質を利用することによって、あのこういうその仕掛けをちょっとしてやると、非常に収束の早い問題にすることができるっていうので、これ非常にあのこの CG 法っていうのがこう、 使われるようになってます。またあるだな。ごめんなさい。ということになってます。はい。それで、えっと、じゃあ具体的にですね、えっと、どんなふうな前さ、先ほどのその UTU に、あの、 これす分解してやるんですけど、まあ、具体的にはどういうものを使うかというと、えっと、例えば、えっと、先ほど、あのー、5点差分で行列作るとこうなりますっていうので丸,丸を書いてお知らせしたんですが5本その係数が出てくるようなこんなふうな行列になりましたでこれを完全に、あのこれ式分解するとするとするとですねそれはもう完全にこれあのー 直接法でえっとのちゃんと解いちゃうことになるんですね。要するにこういうふうに、えー、その全部あのけ係数行列がこのゼロだったところも埋まってくるようなこんなふうな答えになってえっと完全に解くことになってそれはあのえっとえこのまあ完全に密行列だとエヌの三乗の演算量になっちゃうんですね。 でそれだとそのあ意味がないので、不完全なコレスキー分解を行うということにします。これは何かというと、コレスキー分解したときに、もともとの成分が出たところだけ、えー、と計算するというような、あのこういうふうに、まあのえー、と成分でこう埋まってしまうようなものじゃなくて、もともとのスカスカの、えー、と成分だけ残すような不完全なコレスキー分解をするということにします。でそれを 前処理に使ったのが、えっと、先ほどのこれですね、この,、えっと、の UTU っていうのを、これを不完全なやつを使って、でも元々の、もともとの掛け算すると、もともとの行列に近いというような、えっと、そういうふうなあのものを作ってやるということになります。で、えー、そういうこういうのを前処理付きの教育購買法と。 言います前処理付きの CG 法ということになります。えっと、それで、えっと、ちょ,ちょっと、あんなくなっちゃうんで、少し飛ばしますが、で、先ほどのですね、教育購買法に、えっと、えっと、先ほどのその前処理付きを組み込んだのが、こんなふうなアルゴリズムになります。このアル,アルゴリズムの、ここで、えっと、あの、 こういうところがこう組み合わさってるんですけど、あのそれ以外は先ほどと全く一緒なんですけど、こういうのがこう計算しなきゃいけなくなってます。これはどういうふうに計算するかっていうと、この、えっと、LLT-1R イコール X で、X を求めるんですけど、この R が分かってて、X を求めるというようなところなんですが、えっと、この時にこれをちょっとマイナス1かけて、まず先にこれをこう計算します。 で、これを、マイナス1がこっちついてるので、えっと、これを y と置いて、y とおいて、こういう計算すると。で、l をかけてやると、ly イコール r ということになります。それで、l っていうのは下三角行列ですので、これをちょっと丁寧に書いてやると、l、こ,こんな感じで書けますね。で、y1 は l11 を r1 で割ったものだと。で、この y2 は、えっと、 こういうふうな式になって、L22 分の1のこうなると、Y3 は L33 分の1のこうなると。で、こうするとですね、R が分かっているとこ、これこれで計算して、Y1 が計算できると、Y1 が,が計算できると、これに代入すると、Y2 が計算,計算できると、Y1、Y2 が計算できると、Y3 が計算できるということで、要するにこう代入だけでこう計算が進むわけですね。 ですからここは、こういう代入計算ができると、これを全身代入処理というふうになります言います。だから要するに代入だけで計算できると。で、今度、のこ,れこれの Y1 が求まったんで、この,あのあ Y が求まったので、これと同じようなことをしてやります。ただし、この LT っていうのは上三角行列ですので、1からじゃなくて、一番大きい値から逆,逆側に計算します。これをの交代代入処理っていうふうに言います。 まあ、そういう意味で、先ほどのこのアルゴリズムっていうのは、もともとの CG 法のところに、えっとえっと、先ほどの、まあ、さっき言うって言いましたけど、この L, L とか LT を、えっと、不完全、あのレスキー分解で求めて、であとは抗体代入と全身代入さえやってやれば、計算ができるというアルゴリズムだということになるわけです。 で、ここでちょっとなかなか説明しましたけどこ,、まあ、こんなふうな抗体代,代入処理っていうのは、えっと、行列で書くとこんなふうになりますがこの10番目がわかると、えっと、その9番目はこのすぐにこの式で計算できるとで10と9が分かればこの上側が計算できるっていうことでそうやって下からどんどん計算していくわけですけど。 下から計算していくわけですけど、まあ、例えばこの2列目に来たときには、2番目と3番目と7番目の係数を使って、えっと、3番目と7番目の、えっと、この X の値を使ってやれば、2番目の答えが出るというふうな、まあ、そんなやり方なわけですね。で、これ先ほどちょっと言ったように、ちょっとなかなか見せましたけど、前処理付き CG 法というのはこういうふうに、 本質的にこのリカレンスが発生しますということになるわけです。まあそういう意味で、結局の、まあ、ちょっと反復法っていうのをあのご紹介しましたが、やっぱり反復法っていうのは、このリカレンスとの戦いであって、これを何とかしないと、あのいいアルゴリズムであっても、性能が出せないということになるわけです。はい、そういうことをちょっとご説明したかったということです。これでもう時間半分ぐらい なってしまったので、こっからちょっと元々のアプリケーションの性能最適化という話になります。それで、えっとこれちょっと前回のえっと第1回目でもご説明いたしましたが、この現代のえっとスパックを使うためには、このアプリケーションの超並列性を引き出すっていうのと、アプリケーションのあのプロセッサーの単体性能を引き出すと、そういうアプリケーションを に書き換えてやんなきゃいけないということを申し上げたと思います。で、まあこの辺は結構大きなアプリケーションになるんですけど、そういうようなものをこうこういう並列性を書き出す引き出す、えー、あの書き換え単体性の引き出す書き換えをしてあげるということが必要になってくるということを申し上げたと思います。で、そこでえっとそれをやるためにじゃ 具体的に、えっと今日はその並列性能に関してなんですが、具体的にどんなことをしなきゃいけないのかっていうのをちょっとご説明したいと思います。で、まあ、先ほど言いましたように、重要なのはこの高並列っていうことと単体性能を出すということなんですが、それをするためには、あのプまず現状認識をしなきゃいけないで。まずプログラムのソースコードを調査して、あと実際にこう、 性能を測定してですね、性能を測定して評価して、で、さらに、えっと、それをやった上で、計算とか通信の関連を決定してっていうような、まず現状認識をやって、それをやった上で、えっと、問題点を評価するというようなことをやらなきゃいけないということがあります。で、えっと、まず最初に、このソースコードの調査とか、測定とか評価とか、 えっと、計算通信関連の決定っていうのを、これを、えっと、何をしなきゃいけないのかっていうのをちょっとご説明したいと思います。で、まあ、ちょっとこざっと書いてあるんですけど、まずこうやるのがですね、われわれ、私なんかよくやるのが、このプログラムをですね、こんなふうに構造をちょっとまずこう書きます。で、これあの手、昔は私、手でやったんですが、 今はちょっとツールを使って、ですね、こういうふうなあのあ頭からこうプログラムのこう構造をこう追っていって、ここにこういうループがあって、こういうループがあって、その中にどんな処理があってというようなことをこう、まずこんな調査をします。それで、こういう調査をして、ですね、この物理的な処,あの処理という、まあ、そういう見方で,です、ね、この計算をです、ね、こうブロックごとにこうやって分けていきます。 これは何をやっているブロックだ、これは何をやっているブロックだという、まあ、こんな感じですね。それで、そのちょっと重要なんですけど、このブロックごとにですね、じゃあどういう特性があるのっていうのを実行時間をこう測ってやって、それで並列動向をこう変えてやって、スケーラビリティといいますがあの、並列を変えていった時にどういう実行時間になるかっていうのをこう測ってやるというようなことをやります。これがあの 実行時間をスケーラビリティでこうちゃんとこう測ってやるというそういうことです。それと同時にですね、この物理な的な処理内容をいろいろ調べてって、これはこんなふうな処理をやってて、えっとまあ、その処理の例えばパラメータでその体系が、そのメッシュ数、メッシュが N だとすると、N に対してあのどんなふうなえっとあの えっと、演算としては、例えば N に比例してるのかとか、えっとまあ、演算、通信両方なんですけど、これが N の3乗に比例してるのかとか、通信はあの面に比例してるのかとかですね、そういうふうなことをこうあの調査します。それで、えっと、それがその実際のソースコードを見て、部分的に並列されてるのかとか、完全に並列されてるのかとかですね、こんな調査をしていくというようなことをやっていきます。 それで、そういう調査をした上で、で、ここがあの処理の重要な点で関ーになってくるなというようなことを、ちょっと、あのー、導き出すというような、そういうことをやります。まあ、これが、まあ、ソースコードの調査と評価というのはあのーあそ、測定ですね、測定とその測定の評価というのは、そんなふうなことをやっていきます。でえっとその 測定をやるときのですね、今言ったようなところのちょっと気をつけなきゃいけない点なんですが、あのよくですね、あのやるのが、サブルーチンごとに、あのそういうその、えっと、測定をして、測定時間を評価するというようなことをよくやるんですけどあの、ただですね、サブルーチンっていうのは、いろんなところで呼ばれてて、あの共通化されているわけですね、まあ。そういう意味でいうと、その先ほどここに出したですね、 ブロックごとにその実行時間と、あのー、スケーラビリティというのを評価していくのが、あのー、重要になりますで。スケーラビリティというのは、ここに書いてあるような並列数をこう上げていったときに、それが、えっと、性能が上がっていくかどうか、実行時間がちゃんと下がるかどうかということを言っています。であの、ブロックごとに、えっと、こういうことをやっていくと、全体としては、あの こういうふうなスケーラビリティなんだけど、ここは非常にこのブロックはいいんだけど、こういうところがめちゃくちゃスケーラビリティが悪くて足を引っ張ってるところですね、そういう調査をするわけですね。そういう意味で、ブロックごとにあのこういうふうな実行時間とスケーラビリティの調査をするっていうのがこう重要になってきます。で、まあ先ほど言ったように、これをちょっと。 関数とかサブロチチごとにやっちゃうとあの共通で呼ばれてるようなものがあるのでなかなかちょっとそこはうん難しいのでやっぱりその物理的な計算のブロックごとにこういう調査をしてくださいというようなことになります。で今度そういうふうな形でですね、えっと、ソースコードの調査測定、えっと、関連の決定っていうのをやった後に えっと、じゃあ、それを見てどう評価するのっていうようなことをちょっとご説明いたします。で、今日はですね、公平列ですので、この公平列について、その問題点の評価法について、ちょっといろいろ少しご説明をしたいと思います。<laughs> えっと、ここでちょっと2つ言葉があって、ストロングスケールに,スケールによる評価というのと、 えとウィークスケールによる評価というのをちょっと,と言葉をご説明をいたします。<laughs> ストロングスケールによる評価というのは何かというと、全体の問題規模を一定にして、<laughs> えー、それで、えー、っとどんどんこう分割していったときに、性能とか実行時間を評価するというやり方です。まあ、ここでは 4×4×10 というのが全体の問題規模ですけど、えー、っとこれを2ノードで、えー、っとその、 評価するときには、測定して評価するときには1ノードあたり 4×4×5 っていうのでやると。で、えっと、さらに10ノード使うときにはまた細切れにして、えっと、やるというような、まあ、こんな評価法ですね。で、これはな、まあ、何がいいかというと、問題を1個作ってやれば、あとはその実行するときにこれを何ノードで流しますっていうふうに指定してやるだけでいいので。まあ やり方としては楽なんですけど、まあ、ちょっと後ほど説明しますけど、並列時の,その評価という意味では、ちょっと挙動が見えにくくてやりにくいという、ちょっとそういうやり方です。で、それに対して、ウィークスケーリングによる評価というのがあります。これは1プロセッサーあたりの問題規模を一定にして測定、評価する方法で、ここでは 4×4×5 っていうのを1濃度あたりの、うん 1>, えっと、1プロセッサー、まあ、ノードと言ってもいいですけど、あたりの問題規模にして、2ノードで評価するときには、えっと、4×4×10 で、えー、評価すると。で、10ノードのときには、この1ノードの10倍の大きさでの問題を解いて評価するというようなやり方です。これは、あ,のへあとでちょっと説明しますが、並列時の挙動が非常に見えやすいとただちょっと。 評価ごとにですね、問題をこう作らなきゃいけないので、ちょっと、うん、その辺はちょっと面倒なところはあるというとことがあります。ただ、並列にの挙動は見えやすいという、そういうふうな評価の方法です。で、えっと、今言ったようなスト,ス,トあのストロングスケールとかですね、ウィークスケールを使って、えっと、何を評価すればいいかということなんですが、 えっとまあ、そま,まず測定するわけですね、スケーラビリティあの、ストロングスケール、ウィークスケールということで、あの測定実行時間を測定すると。で、その時に、先ほど言ったようにブロックごとに測定してくださいと。で、ブロックごとにじゃあ測定して、何を評価するかというと、非並列部あの、これ1回目で言ったと思うんですけど、非並列部っていうのがちょびっと残ってると、非常に問題が大きいと。 あの並列状性能を阻害するということを申し上げたと思いますが、その非並列が残ってるか残ってないかとで、残ってたとしても問題になるのか問題ないのかと、そういったことをちゃんと評価してほしいということです。次に、えっと、隣接の通信,系通信時間ですねこれあの。これも1回目で言ったと思うんですが、通信時間というのは重要なんだということを申し上げました。でそのの隣接の通信時間があの超高並列にになってたとき えっと、どれぐらいの割合を占めるか要するに、並列にしていったときに、その臨刷通信時間が増大、めちゃくちゃ増大しないか、それともするのか、しないのか、あと、待機通信時間というのは、これはちょっとまた後ほど説明しますが、高平列になれば増大するのは当然なんですが、それが増大する割合が、うん、あの理論的に見て、あの 適当なのか、適当でないのか、あのあの理,理論的以上に、えっと、想定した以上に増大したのかどうかというのを見る必要があるとで、あと、これも1回目で申し上げたんですが、計算の一つ一つの濃度でこう、計算する時間がバランスが崩れてると、公平列時に非常に問題になる,なるということなので、そういったところがどうな,るなっているのか、この4つがです、ねうん、あの重要になってきます。 で、そのために、まあ、どうするかっていうと、まあまあ、一応ターゲット問題を決めたいと、要するにこの、こういう問題を何並列ぐらいで計算したいかなっていうのを決めたら、ですね、その1プロセッサーの問題規模がそのターゲット問題と同じ程度になるまで、まあ、最初はちょっとストロングスケーリングでもいいんだけど、ある程度、並列数が多くなったらウィークスケーリングで測て、 あの測って評価したいというのが、ここで、えっと、言ってる趣旨です。まあ、あの全部スウィークでできればそれはそれでいいんですけど、まあえっと、こういう、まあ、最初のところはストロングでやっても分かりやすいので、それでやってもいいかなということですね。で、このウィークスケーリングでこう、ちゃんと最終的にはウィークス,スケーリングで測ってあげて、先ほどの実行時間とか、 ロードインバランスとか、隣接の通信時間、帯域の通信時間っていうのを測定、評価するということをやっていくということになります。で、この辺を少し説明しますと、まず、これは1回目の講義の時にもお話ししましたけど、あの並列計算、100秒のうち1秒でも並列計算できない部分が残っていると、えっと、 100プロセッサー使っても50倍にしかならないし、1000プロセッサー使っても91倍にしかならないということを申し上げました。まあ、要するにあのこれであの、使いたい並列数を確保して、その非並列な部分をなるべく小さくするというのが重要だということを申し上げました。でこれであの、先ほどのウィックスケーリングのちょっと評価がどうなるかというとです、ねえっと、こうなります。まず 逐字で、えー、実行している実行時間を TS だとします。で、並列化率を α だとします。で、非並列化率を1マイナス α。だから先ほどの例で言うと0.99っていうのが非並,列あ並列化率。非並列化率は0.01、えっと、ということになります。1%ですね。それで N 並列での実行時間を TN とすると、これ実 実行時間どうなるかっていうと、このアルファっていうあの並列化率、並列化されてるところはあの n 分の1になるわけですね。n, n 並列でいうと n 分の1になる。だけど、あのキー並列の部分、1マイナスァの部分はそのまま残るわけです。だからこの t、逐次実行時の時間にこれをかけてやると、あの n 並列での実行時間がこうで、わかるわけです。で、えっと、うんと、こうなるわけですね。それで、えっと、まあ、n の時に、あの、えっと、n 並列のこう、n の時にはこう、こうできるので、えっと、n 並列の時きはこう,こういうふうな式にな,りなるわけです。で、これを、 ウィークスケーリングでやった場合には、えっと、これを2倍の、えっと、並列度にするときには、問題も2倍にするので、この TS っていうのは2倍になるわけですね。それで、えっと、あのこの式に入れてやればいいわけですけど、まあ、そうすると、この2と2がキャンセルするんで、t、これは t s ける n 分の α ということになって、 ここは全く変わらないわけですね。だけど、ここが2倍になっちゃうので、ここが2倍になっちゃうので、この非並列のところは2倍になっちゃうんですね。ということで、ウィークスケーリングであの測ってやると,、えっと、実行時間は理想的にいくと、このアルファが限りなく近ければじ、実行時間は変わらないわけですね。だけど、アルファが大きければ、どん,どん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 実行時間が大きくなるということになるわけです。 でこの図になるわけですけど、大規模並列のウィークスケーリング評価ということですけど、どんどん並列数をこう上げていったときに、演算時間があの一定であれば、これは非並列は残ってないということになるわけですね。それで、隣接通信時間も、隣接通信時間も、えっと間もえっと、ちょっとこの、 でいくとですねこういうふうに今、例えばこの、あ、ごめんなさい、隣接の時に、この面のデータを通信したとすると、これ、ウィークスケーリングでやっていくと、その面の大きさは全然変わらないわけですね、まあ、こ,うこういう例,だ例であれば。ですので、隣接通信時間も変わらないはずだということになるわけです。 隣接ううう通信時間も変わらないはずだと。でただし、あのー、待機通信時間、これちょっとまた後であと、の、で、ー、MPI とか、ちょっとその辺の話を少ししますけど、待機通信っていうのは全体で通信しちゃうので、あのーえっと、ウィックスケールみたいに体系がでかくなると、ですね待機通信時間は少し大きくなります。で、これはただ、あの理論的に待機通信時間はどれくらいかかるっていうのは、もう、あの、 分かってますので、理論的にやった時間と比べてみて、そこが問題なければ、あの特にあのいいわけですね、まあ、そういう意味で、あのプログラムの特徴を見るという意味では、この演算、こういうふうな感じで、非並列部の評価、だから、ね、実行時間が全然変わらないということになると、非並列部が残ってるかどうかというのは分かりやすい。でえっと、全然 隣接通信も変わらないということになれば、えっ、ー、とその問題がないし、であとは退避通信はえっ、ー、とちゃんと理論的なあの実行時間に照らしてや計算してみればわかるので、問題がわかるということで、まあ、こういう形でこうちゃんと評価してあげましょうというのがやり方だということです。で、これがあの実際に。えー、っと、うん あのやったあの例なんですが、これ、黄色いのがえっと演算時間ですね、これはブロック ABCD っていう、これはちょっと K の前にですねやったもので、ちょっと古いんですけど、演算時間はこの辺は全然変わってないということですね。これはあのちゃんとチューニングしてこういうことになったんですね。これもこ前のバージョンは非常に悪かったんですけど、ちゃんと今みたいな評価をして、最終的にやってやると、演算時間は全然 変わらないので、えっと、待機通信は問題ないと。ああ、じゃないあの、えっと非並列はないと。それで、えっと、隣接通信は、この青いやつがそうなんですけど、この辺はあまり変わらないと。この辺も、ちょっとこの辺はあるんですけど、あまり変わらない。これ問題ないと。で、待機通信はあの、えっと、この濃い青なんですけど、これ少しずつ増えてるんだけど、これはあの想定の範囲内であるということで。 まあこうやって分解してやれば問題が発揮すす。るとということで,すで分解しないと、ですね、このピンクになっているんですけど、これが全体なんですけど、分からないんですね、こう問題があるのかどうかというのがどこに問題があるのかどうかも分からない、まあ、そういう意味でこうやってブロックごとにあのちゃんと、えっと、実行時間、隣接通信時間、待機通信時間というのを測っているのが重要ですということが、まあ、ご理解いただけたかと思います。 で、これもまた別の例で、ちょっと別の見せ方をしているんですけど、1000プロセッサーと8000プロセッサーで <laughs> 演算の時間を、えこれがあの、まあ、各ブロックなんですけど、ブロックごとに見てやると、全然あの問題はないと。これもあのチューニングした後なんですけど、はい。で、帯域通信は結構増えてて、この場合はちょっと帯域通信が問題だっていこの増え方がちょっと、 想定以上だってことで、えー、対策を講じなきゃいけないということでやった例です。で、隣接時間はほんの少ししかなくて問題ないと。まあ、こんなふうに、まあ、ブロックごとにチェックしてやると、うん、あのー、わかりやすいということが分かっていただけると思います。で、あと、あ、これはロードインバランスも見てるんですね。あのこの横軸がプロセス番号で、プロセス番号のどのプロセスを見ても、あのー、 演算時間は全く変わってなくて、あのロードインバランスはないということが、これは見て取れてる例です。これもあのチューニング後が結果になっています。<laughs> それで、これがあの、えっと、ストロングスケーリングで測った結果なんですけど、ストロングスケーリングで測ると、あの横一定ってわけにはいかなくて、これあのモデル化してあるんですけど、 この丸いところがです、ね、こ丸とろが,、えっとまま、がついてて、こ,この線が <laughs>、えっと、引いてあるのが、えっと、モデル化しているところなんですけど、こういうふうに何、ね、濃度で計算するとどれぐらいの実行時間になるっていうのをちょっとモデル化して自分でこういうのを作ってやらないとわからないんですね。で、これにちゃんと載ってるってことであれば、あ、これは。 冷える粒はないなっていうのははっきり分かるんですけど、例えばこういうところですね。だからこのモデル化してやるっていうところがなかなかちょっと難しいところもあるので、まあ、ウィークスケールで測った方が横一線になるので分かりやすいですということで、ちょっと例としてこれをお出ししています。で、ここまででその 2, 2番目の話題の前半終わりなんですけど。それで まずあと並列性能上ののですねボトルネックっていうのを、まあ、今一応こんな風にすれば、えっと、性質が並列性能の、えっと、も問題な点,点が、えっと、非並列にあるのかとかですねな,なんとかっていうのは分かりますよってことを言ったんですが大体そうやって分析するとですねこの6つぐらいっていうのが大体並列性能上のボトルネックとして現れてくるっていうのが、まあ、我ちょっと我々は 今まででの経験上で分類してますますず1つ目は、えっと、アプリケーションとハードウェア並列とのミスマッチ。まあ、要するに、えっと、ハードウェアは1万並列ぐらい持ってるのに、アプリケーションはそんなに活かせるようなアプリケーションになってないと、例えば100並列ぐらいしか並列でき,できないようなアプリケーションになってるという、そういうのが1つあります。 で2番目は先ほど言ったような非並列部が残っちゃってるということですね。で3番目は、えっと、待機通信で大きな通信サイズとか通信回数が発生しちゃってますよと。それと、まあ、それちょっと、えっと、そこ3番目に関わってはくるんですけど、フルノードで待機通信が発生しちゃってますと。全部の濃度で。例えば1万だったら1万濃度で,で。これを 1>, 1万じゃなくて100、100×100 100 100にできないのとかですね、そういうのがあるわけですね。そういうふうなそのフルノードにおける待機通信が発生している場合、まあ、どうしても発生しちゃう場合もあるんですけど、あのそういう問題があの、4番目が問題ないこともあると。で、隣接通信が、まあ、大きな通信サイズ、通信回数が発生しているという場合があると。で、6つ目はロードインバランスが発生している。大体、そのヘイダ性能の,のボトルネックっていうのは、 先ほど言ったような分析をちょっとやってみるとこの6つぐらいに分類できるパターンが多いというふうに思っています。それで、まあ、アプリケーションとハードウェアのミスマッチっていうところなんですがこれはまあちょっとこれ1回目の時もあもお話ししたんですが例えばこういうふうな分子で、えっと、分割あの分,子で分子数でこう問題の大きさが決まるようなやつは まあ、例えばこの分子で分割しちゃうと、ですねこの分子数以上には、えっと、分割できないわけですね。まあ、ちょっとここでごちゃごちゃ書いてありますけど、えっと、実際はその例えば100分子のやつを100並列しちゃったら、もう全然性能出ないので、せいぜい10並列ぐらいしかできない、まあ、10もできないと思いますけど、うん、そんな感じになっちゃうわけですね。だからこういうい場合は その分子だけじゃなくて、他の並列の軸を見つけることによって、うん、ハードウェアの、えっと、並列の、例えば1万濃度あれば1万ノードっていうのを、えっと、使い切るというようなことを考えなきゃいけないというようなことです。まあ、こういうふうな、えっと、ことが起こりると,、えっと、これはちょっと次回にですね例をあの、こういうも問題解決策があります例をご説明いたします。 で、これ,もひこれはあの非並列部の残存っていう問題なんですが、えっと、これはちょっと1回目もちょっとご説明しましたけど、あのこの赤いところだけ並列化されてて、青いところが全然並列化されてなかったと、まあ、そういう場合に、うん、あの非並列部のがこの青いところに残ってて、まあ、こ,ここでいうようなですね、まあ、128並列になっちゃうと、全然性能が上がらないと。 いいうようううよよななここととが起こってったというような事例です、すで、えっと、ちょっと並列化のところで、えっと、1回目でお話ししましたけど、こんなふうな通信時間っていうのは、がこうありますよと、でプロセッサーが4つで分けてやると、例えば隣同士のプロセッサーで通信してやるという、こういうこともあるし、通信っていうのは全部のプロセッサーで通信してやることも。 必要な場合もあるとこれがあの待機通信とお言うんですが、これは隣接通信、こっちは待機通信と言います。まあ、こんなふうな通信が発生するわけです。で、待機通信も NPM いろいろあってこう、隣接通信、センドレシーブってのがあって、あと、一つのやつを全部にばらまくっていう、ブロードキャストっていうのもありますし、一つのやつをあ全部のやつを一個に集めるレデ,ィスレディースってのもあるし、あの 全部のやつをこう共有して1回集めて全部にばらまくっていうのはこのオールレディウスっていうのもあるし、あと、こういう全部のやつを、この、ここに全部集めちゃうっていうギャザーですね。ギャザーっていうのもあると。それと、こう持ってるやつをばらまく、スキャッターっていうのもあると。まあこんなふうな通信があります。この左側が、えっと、あのこいつが、 えと隣接通信であとは全部待機通信ということになりますが、まあ、そんな時にですね、えー、と待機通信で、まあ、よく問題になるのが、まあ、通信というのはレイテンシーとバンド幅というのがあってレイテンシーっというのは1回1回の通信で必要になる、まあ、あの最初の通信でバンド幅というのはたくさんその量を通信するときの問題なんですがまあ 具体的に言うとですね、例えばこういう例があるんですけどこの全部のベクトルのデータをあの先ほどのやつのように全部足し合わせたいっていうのは1個の数字にその内積を取るみたいなやつですね足し合わせたいっていうような時にですねあの時々間違っちゃってることがあるんですけどでっかいベクトルのままオールレデュースであの全部が 同じデータを持ってそれで全部がそれを持った上でこうあの内積みたいなもので足し合わせるとまあ相和を求めるというようなことをやっちゃう場合があるそうするとここでものすごく大きなベクトルの待機通信が発生するわけですねでそんなことしないで最初にベクトルを最初の1回相和を求めて スカラーになったところでレディース、オールレディースというのは、相場を取ればいいんですけど、同じことをやるんですけど、まあ、これをこれをやらずにこういうことをやっちゃう、気がつかないでやっちゃう場合とかもあるわけですね。だこういうことをやってませんかということです。こういうことをちょっとあのやっているときに、この問題が起こることがあるということですね。であとはフルノードにおける待機通信というのは、まあ あのオールトゥーオールっていう全部が全部のノードがこう通信するようなやつというのは非常にえっと問題になる場合が多いわけですけどえっとただそれやらざるを得ない場合もあるんですがそこをですねちょっと工夫することによってえっと例えば並列の軸をあのいくつか設けることによってその FFT の時にフルでやってたやつを、FFT をその例えば1万じゃなくて100に抑えて、100の中で FFT すればいいようなアルゴリズムにするというような、そういうことをやるとか、あと、あのー、K, K とか富岳なんかそうなんですけど、オ、あのールレディウス、全部をスカラ値を集める、もしくはその3つぐらいのベクト 3つぐらいの x ットの値を集めるみたいなときには、あの高速なハードウェアアシスト機能みたいなのがありますので、そういうものを使うとかですね、えっと、そのフル濃度、しょうがないんだけど、アルゴリズムでなんとかできないかとか、そのハードウェアでなんとかできないかとか、そういうのを使うというような事例があの、解決策がある場合もあります。あとはですねあの、隣接通信における大きな通信サイズ、通信回数っていうのは、 あったんですがここ先ほど言ったですねあのこういうい CG 法の本質的にリカレンスが生じますよということを申し上げたんですがその,その、えっとその時にです、ねえっと、ノード内はこうやってちゃん,ちゃんと計算するんだけどノードと濃度の間はこういうい通信をしないとかですねそういうアルゴリズムもありますこれは CG 法の前処理のローカライズ法というんですけどそういうものを使うとかですね あのそういったもので解決する場合もあると、まあこう、隣接通信における大きな通信サイズ、通信回数問題になって、それを、まあ、解決する方法もあるというようなことです。あと、ロードインバランスもあの悪化っていうのもあって、これ、並列度を上げていくと突然、あのロードインバランスが悪化するような例もありますので、まあ、そういったところも、えっと、ちゃんとこう、えっと 見ていく必要まあちょっとあんまり詳しい説明できませんけど、まあ、原因としては、まあ、こんなものがあの原因というかあの、えっと、通信であの性能悪化させるというのはたいこれぐらいのものがあの6つぐらいパターンがあるということをちょっとここでご紹介させていただきましたそれでちょっともう15分ぐらいしかないので10分ぐらいでですね えっと、この実際の現状認識、問題点の評価まあこの辺をちょっとご説明したんで、簡単な例で、ですね非常に簡単な例なんですけど、それをちょっとざっと説明いたします。これは先ほどここでご説明したやつですね、ツリーをこうやってまず作ってみて、そのブロックごとに、えっと、物理的な内容をちょっとあのチェックして、こういったあの形で。 あの評価をしますよということを言ったんですけど、この事例です。で、1つは、その中でですねツールとして、ちょっと K スコープっていうのをあの開発、系の時に作ったんですがこう、こういうのをちょっと使ってます。これはあのプログラム構造をこう俯瞰的に見るような性的な解析ツールです。でで例はですねえっと ナスパラレルベンチマークにあの MG っていうマルチグリッド法で連立時方程式を解くようなであのプログラムがあるんですけどそれを例に、うん、ちょっとあのこの解析をちょっとやってみてますこれはどういうのかっていうとあのグリッドをですねどんどん細かくファイングリッドからコーズグリッドに粗くしてってまず計算をしてその後また 逆,逆 V 字型でですね、今度、どんどん粗いところから細かいところに持っていくっていうのは、こういうやり方で、そこで何をやるかっていうと、まあ、これもあのあの連日情報程式を解くやり方なんですけど、まあ、反復法の一種ではあるんですけど、au=f イコールというのを解くときにです、ね、これ、制限補完っていうので、細かいグリッドからですねどんどん あのえっと、粗いグリッドにこんなふうなあの計算をしていくんですね、行列にベクトルかけて、行列にベクトルかけてって、でどんどんかけて、でここで一番構図グリッドのところに来たら、そこで簡単にあのあの、グリッドが小さいので簡単に解けるんで、その解いたやつを今度、えっと、延長保管っていうのと、残差計算をやって、その残差計算で近似回、休回をやるっていうふうな。 こんなことを各ステップでこの逆,逆にえっと細かくしながら計算していくというやり方です。それでプログラムを見ると、これがあのツリーのを作るというところなんですけど、これがあの先ほどのケースコープだと自動的にこういうツリーを作ってくれて、さらにこの細かいところもあのツリーをこう出してくれるような、そういうツールを使ってます。で今ちょっとこうなかなかこれが使えないので、私また別なツールを あの協力してもらって,っ作,って作って使ってるんですけど、こ,れこういうのを見るとですね、えっと、この大体スタートとストップのところに、うんあのああ、計算の主要なところがあるんだなっていうところを見て、それでこの繰り返しのところを見ると、これがまあタイムステップ、うん、繰り返しのタイムステップになってるんだろうなと。でその中で どん,どんなやつを呼ばれているかと、MG3P というのがあって、これがまあメインなのかなとで、その中をさらに見ると、ループがあって、ここがそのマイナスになっているので、どんどんおちっちゃくなっているので、まあ、これが先ほどのダウ,ダウンステップのところかなと、ダウンサイクルかなというのが、まあ、想定されて、えっと、制限でその中で呼ばれているのが RP、RJ、制限保管なのかなとか予測して。 で一番最後に制限保管やった後にダウンサイクルの一番最後の近似会、休会がこの PS インブかなとかですねで次にああのプラスのループがあるんでこれがアップサイクルかなとその中で見ると、うん、その延長保管と残差計算とあの近次会、休会なのかなと、まあ、ちょっとこれは非常に都合がいい例で申し訳ないんですけど、まあ、こんなことをですねあのこの行動をこう 3を見ながらで、さらに中身を見ながらですね、ちょっといろいろチェックしていくと。で、中身をさらに見ると、あのさっきの制限保管のところで見ると、えっと、M1J、M2J とか使われてるんだけど、さ最終的にはこの M1 括弧 J、M2 というところにこう、えっと、変数が、えっと、割り当てられてて、えっと、こう、中身を読んでみると、 R から S にこう領域が狭められてるんで、これで中身ちゃんと見ると、やっぱり制限保管のコーディングになってるということで、これが制限保管であろうと。で、同じように p s ン m とか RegidID というようなところを見て,る見てみると、やっぱり同じようにあの変数としては M1、M2、M3 というさっき言と同じ変数に。 割り当てがされているということが分かると、結合されていると。それとあと、まあ、この辺のインター,ピーのところですね、これも見てみると、えっと、これちょっと変数名が実は最初違ったんだけど、折、まあ、っていくとやっぱり同じ M1、M2、M3 というところにあの、えー、結合されてて、まあ、その大きく ループは全部これのループになってるんで、計算量はこれで決まってるというようなことがわかるわけです。それで、えー、っとじゃあ、その M1、M2、M3 っていうのを設定しているところを、まあ、ちょっとどこ,どこで設定しているかと定義,定義しているところをちょっと調べていくと、あのこの、えー、っとセットアップっていうところでやってるんだっていうのが分かって、そこの中身をちゃんとこう、えー、っと、えー 解析してやると、あ、これはちゃんと分割されてるなということがわかると。なことです。これななんだ。えー、っということが分かりましたということです。で、これであのプログラムの中身をちょっとチェックするっていうようなところが。 ごめんなさいということが分かったので、えっと、次にスケーラビリティの調査ですね。あのこれもあのえっとえっとき、えっと、の時のあのあツールがありましてあのえっと、えっとか、えっと、名前忘れちゃいましたえっとそういうあの測定時間をこうチェックしてくれるようなあのツールがありましてそれを使ってますでまず 4プ,ロ4プロセスでウィークスケーリングであの測定しています。そうすると実行時間が17秒というのがこう分かっていて各あの、えっと主、さっきの主要な計算ごとにこう実行時間が出てくると、それで、えっと、プロセスのロードインバランスは発生してなくて、ピーク性の比が2%ぐらいになっているということが分かりました。で今度、次に今度これをウィークスケーリングで32プロセスでこう測定してやると。 そうすると実行時間が40秒にちょっと増えちゃってると、これなんか、えっ、ー、と、プログラムの問題がなんかあって、その非例列が残ってるのかなというふうにちょっと想定されました。で、ただし実行性能は2%で変わってないということで、ちょっとこの辺を見て、よく見るとですね、えっ、ー、と、実行時間はえっと増大してたんだけど、えー、っと、ピーク性能比が、 2%で変わらないので、もし、えっと、問題があるとすると、えっと、ピーク性能比が落ちるはずだということがあ思われたんですが、よくよく調べてみると、32プロセスではイタレーション回数が2.5倍に設定されたということが分かって、まあ、結局、性能としてはウィークスケジングで、えっと、じ実際の実行時間は伸びてなくて、非並列もないということが分かって、ロードインバランスも良好であるということが分かりました。 ということで、まあ、最終的に、えっと、ちょっと非常にこれ簡単な例なんですが先ほどのツリーがこうあって、えっと、それぞれの、えっと、物理的処理内容はこれ制限保管やって延長保管をやってて残差計算、緩急化をやっていてスケーラビリティは良好であるとそれで、えっと、N というのがメッ,シュメッシュだとすると演算はとか通信は N に比例していて完全に並列されているということが あの調,調査して分かったとでカーネルは、えー、このこれらがカーネルですということが分かったとまあちょっと非常に簡単な例なんですけどまあこんなことをですね実際はもうちょっとこう結構でかいアプリケーションについてもやっていくんですよということをちょっとご説明いたしましたちょっと最後あの駆け,駆け足になって申し訳なかったんですがまあ今日はちょっと時間と,とっちゃいましたけど反復の計算のところ この中でやっぱりリカレンスというのは重要ですよという話をちょっと申し上げましたあとアプリケーションの性能最適化のために何をしなきゃいけないかというのをちょっとご説明してであと最後にそのボトルネックというのが6点ぐらいありますよというご説明とあとその2番目、三番,番目のところの実際にどういう調査をするのかという簡単な実例を ラスパラレルの mg でご説明したということです。まあ、次回はですね。ちょっとこの性能最適化の実例っていうのを、ちょっとあのご説明したいと思います。ちょっとすいません。あの質疑の時間が少しなくなってしまいましたが、以上です。はい、ありがとうございました。